リットンはブリティッシュコロンビア州の南中央部トンプソンニコラ地域に位置する村である。人口は249人。地勢的にはフレーザー川とトンプソン川との合流地点にある。イギリスの小説家のエドワード・ブルワー・リットンから名付けられた。周囲はリットン先住民保護区となっている。2021年6月29日には、 北45度以北の地点では最も高い49.6度を観測したが、翌日に大規模な山火事が発生し、町の大部分が消失した。リトンの町並み、ケッペンの気候区分では、DSB、DSA と CSB、草の境界に属する。8月の平均気温が21.6度、平均最高気温は28.4度であるが、 盆地に位置しているために突発的な国暑となりやすい地域である。北緯50度と高緯度にありなら柄も熱波に襲われるとしばしばカナダで最も高い気温を観測する。これは非常に乾燥した気候を標高の低い盆地に位置しているためでしばしば35度から40度の気温を観測する。特に2021年6月27日に カナダ国内記録を塗り替える46.6度を記録して以降28日に47.9度そして29日には49.6度を観測し記録的な熱波となったこの気温は北緯45度以北の地球上の地点では最も高い記録でヨーロッパや南アメリカの最高気温局地よりも高くなっているこれまでの1941年に観測された 最高気温記録の44.4度から5.2度も更新した。これまでのカナダ国内の最高気温は1937年にサチュカチュワン州で観測された摂氏45度であった。冬は比較的温暖で最も寒い12月の平均気温はマイナス2.5度。北極からの寒波襲来時には低、摂氏20度以下まで冷え込むこともあるが、 このような寒波は一時的なことが多く、多くは山脈が北からの寒気をブロックする。1950年1月18日には過去最低となるマイナス31.7度を観測している。年平均気温は10.0度、年間降雪量は76.6センチメートル、年間降水量は430.6ミ、mm、リメートルである。道路は トランスカナダハイウェイの通過地点となっている。また、鉄道は、カナディアンナショナル鉄道と、カナダ太平洋鉄道の路線が敷かれているが、鉄道駅は設置されていない。センサス、カナダテーブルズフォーリットン BC ハット、ザガイアーザットハズコンシュームドリットン、BC バーンドダウンマイチャイルドフットホーム、tstar.com h e 二千二十一年七月十五日閲覧。フォーサードストレートで BC ビレッジスマッシュズ。レコードフォーハイエストカナディアンテンパチャーアット九点六 c c b s 二千二十一年六月二十九日閲覧。リットンエンバイロメントカナダ二千十六年四月十二日閲覧。リットンエンバイロメントカナダ二千十六年四月十二日閲覧。 リットン、エンバイロメントカナダ、2016年4月12日、閲覧。リットン、エンバイロメントカナダ、2016年4月12日、閲覧。リットン RCS、エンバイロメントカナダ、2016年4月12日、閲覧。ありがとうございます。